事業承継支援ネットワーク千葉は、県内の自治体や商工会議所、それに金融機関など106の機関で作る組織です。今日の会議では経済産業省や県の担当者らから事業承継の現状や行政の支援策などが説明されました。続いて支援の中核を担う千葉県事業承継引継ぎ支援センターが活動実績を報告し、昨年度は相談してきた企業が844社、そのうち制約したのは118件と、いずれも過去最多を更新しました。支援センターによりますと、おととしの県内の休廃業・解散は1978件で増加傾向が続いていて、県内の中小企業およそ11万4000社のうち、半数を超える6万社は経営者が60歳以上だということです。